え、誰この人。もうなんでないの。え、わあ、こっち来た。どこに。え、人間。おい、霧島。お前が亡者か。え、この人。あ、え、亡者なの。足早っ。待て。おうか。え、あれが亡者。いや、ちょっと待って、霧島。追う前にちょっと。この部屋を探索してから行こう。調理の前には手を洗いましょう。大事な。作業台の使い方。大事な、霧島。ロッカー何もなし。よし、行け、霧島。少し逃げる猶予を与えてやったぞ。さすが霧島。紳士だな。女性に優しい。谷崎誰。また増えたよ。まだこんなところでうろついているのか。マジで何人いるんだよ、こいつら。終わったかと来てみれば何をしている。威圧的なやつだな。亡者がいたんだが逃げられた。こっちに来てないか。逃がすとは間抜け目。だが見てないな。教室を調べている隙にな。逃げられた。また探すしかないか。俺は俺の仕事をする。次は逃がすなよ。俺の仕事。あ、分かっている。谷崎には別の仕事があるのか。別の任務で来たってこと。え、さっきの女の人が、霧島が探してる亡者なのか。じゃあ。え、でもそんなに悪い存在には見えなかったけどな。あ、綺麗になってる。おい、平原田上。頑張ったな、お前ら。綺麗になったろ。なったな。しかしなんか俺も眠いわ。お前ずっと眠そうだな。田上、だるい。それしか言わないのか。はあ。え、女の人は、どこ行ったんだ、さっきの。こっち。ここの扉、鍵かかってんだよな。え、どこ行った？主。主、今こそ助言を。お！この先の階段も廊下もおかしい。何か知らないか。もっと早く聞けよ、霧島。なんでこのタイミングで。道を閉ざしたのは、あ、知ってる。賢明な水辺の少女と、さすが、理科室の主。臆病な目立ちたがり屋。ん？二人いるってこと？まずは目立ちたがり屋を探しください。ん？をお探しくださいでは？理科室の主。日本語おかしいな。主。なるほど。彼の行方はつゆ知れず、気まぐれにさまよっております。あ、臆病な目立ちたがり屋が。はあ。なんかヒントはくれるけど。ん？なんだ？はあ、なになになに、霧島！霧島！なに？なんもねえのかよ。え、何今の。え、なんか、床が映し出されたけど、何今の。え、なんだこっち。え、何もない。いや、何だったんだよ、今の。ロッカーを開けて落ち着こう、一回。え、何今の。なんかのヒントか。とりあえず、降りてみるか。あ、おい、平原どうした。倒れてんだけど、平原が。おい、誰か通らなかったか。え、大丈夫かお前。ほじゃねえよ。あー、なんか、え、寝てたの。通ったような、通ってないような。お前、この状況でよく寝れるな。うん。当てにならんな。役に立たねえ。おい、田上。誰か通らなかったか。ああ、右だ、右。見ちゃいないがな。いや、なんで見てないんだよ。右か。てか、何しに来たんだよ、こいつら。マジで役に立たないんだけど。今んとこここの片付けしただけじゃねえか。ダスキンか、お前ら。え、右？ここ？教室の中？え？ロッカーを開ける。ロッカー大好き、霧島。はっ！え？はっ！足音が！振り返る、振り返らない。え？森王朝！いや、振り返っちゃダメでしょ。やめとけ、霧島。振り返るな。うん。なんもない。あれ？なんも起きない。え？振り返った方が良かった？もしかして。あれ？ロッカー開ける。ほんと、霧島ロッカー開けるの好きな。え？戻ってもなんもないか。え、マジで振り返った方が良かったのか、今の。いや、ごめん、霧島。霧島的には振り返りたかったよな、多分。わかった。次同じイベントだったら振り返ろう。多分もう一回あるだろ、これ。うん、なんも起きないけど。イライラすんなって、霧島。ごめんって。え、じゃあどうしたいのこれ。他の場所で行く？他の場所行ってみる？おい、田上。だるい。お前、そればっかだな。平原。は？なにこれ？え？叩き起こせる？おい。さらに叩き起こす。え？平原。え、なにこれ？起こした方がいいの？おい。おい平原、おい、え、あ、起きた。ああ、うわ、怖っ。めっちゃ怒ってんじゃん。いや、ごめんって、平原。さっきからなんだよ。いや、寝るなよ、こんな場所で。痛えだろ。知らねえよ。お前、剣士すごいな、そんで。うわ、え？何？はははバイバイ、え？霧島ちょ、え？死んだの？嘘なんだ。ちょ、マジで死んでる。おいいや、いろいろ言いたいことあるけど。いや、霧島弱っちょっと。普通に平原にぶん殴られて死ぬの？死に方しょうもなさすぎるだろう。で、これどっからだよ。あ！来た！霧島、また来た！振り返る！は！うおー！ちょ、霧島！霧島！何回いる何回いる何回いるってちょ、びっくりじゃなくて、霧島おい金切りを抜けその剣は飾りかはうわ、なにこれ ?ASMR! ちょ、霧島あ逃げたあいつかえあ、あれが、何理科室の主が言ってたやつちょ、どこ行ったんだよ逃げたし。なんか基本的に、危害は加えてこないんだな。えどこ行ったおいおお、なんか書いてある。え、こんなんなかったよな。知恵比べしよう。知恵比べえ、する。なにおおなんだ血文字が。ん誰かがケーキを食べた。ケーキ嘘つき誰だ嘘つき何のこと私、ひろこ。ひろこちょ、何してるひろこ私食べてない。えひろこ僕としよう。年をひろこちゃん食べた。あー、こういう系か。はい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 。私、よしえ。よしえマスカラ返しなさいよ。二人食べた。いや、フリーホラーゲーム絶対こういうのあるな。お約束なのか私、あけみ。ケンジくん食べた。あけみ。動物園行こう一緒に。僕、ケンジ。ケンジ。ランドセル空いてるよ。僕食べた。はいはいはい。僕サトル。サトル体操服貸して。あけみちゃん食べた。なるほど。はいはい。で、嘘つきを答えると。待ってよ。一人だけだよね、多分嘘ついてんのは。二人食べた。はい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 。霧島わかるか？僕サトル。あけみちゃん食べた。あけみちゃん食べたと。はいはい。ケンジ。僕は食べたと。あけみ。ケンジ君は食べたと。待ってよ。じゃあ、こっちの右側グループは多分嘘ついてないんだ。これ。わかるか？霧島。多分そうなんだと思う。で、矛盾してるのが、このひろこの食べてないっていうのと、としおのひろこちゃん食べたっていう、ここの2組だけが矛盾してるわけよ。で、この左端の子は2人食べたって言ってる。2人食べた。ってことは、ひろこ食べてない、としお、ひろこ食べた。待てよ。いや、絶対わかる、これ。いや、絶対わかる。霧島何も言わないでくれ。いつも通りの寡黙な霧島でいてくれ。待てよ。よしえは二人食べたと言っている。あけみ、ケンジ食べた言ってる。ケンジ僕食べた言ってる。サトル、あけみちゃん食べた言ってる。ってことは、右側グループで二人が食べてる、もうすでに。ってことは、としおひろこちゃん食べた。としおが嘘ついている。じゃないかじゃねこれ。わかった。としおだ。嘘つきはとしお。これでどうだ世界やったーやったのきじょうわーもう、くそしまったホラーだって忘れてた。賢いお前。何この不協和音。てかめっちゃ血出てるよ。止血してあげて。てか、としおとしおだけなんか、目がないんだけど。通してやるよ。としおなんでうわーいいことを教えてやる。なになにめっちゃ話しかけてくんじゃん。上を閉じたやつ。上？この先にいる。あ、階段登れなくなってるからな。自分で探す。あー、また ASMR。なんだよ。ダミヘ買ったのか最近。ハマってんのかお前。ASMR に。うわー、なんだったのこれ。としおだけないのは、これ、嘘つきだったからとしおが。としお。冬でも半ズボンのとしお。あ！進めるようになってる！なるほど。ああ！今の空間なくなった。あいつが閉じてたのか、この空間を。よし、じゃあ女子弁から調べていくか。女子弁大好き、霧島。あ、貝かかってる。ん？え？開かない？え？誰かいるのか？え、誰だよ？誰？平原？うんこか？誰？え、話しかけてきた。俺は霧島。極卒だ。極卒。あ、そういう職業なんだ。極卒。あら、極卒さん、ごきげんよう。私は花子よ。花子？トイレの花子さん？お前が階段を閉ざしたのか。あ、そういうこと？花子が？そうよ。正直、すまないが通してくれないか。お、霧島。断りを入れられる男。すまないと。なんで閉ざしちゃったの？そうね。じゃあ探し物してちょうだい。探し物？霧島、何浮かない顔してるんだ。リボンなんだけど、なくして困ってるのよね。でも探しに行くのも億劫だし、見つけてくれたら通してあげるわ。あ、リボンか。仕方ない。霧島のこのたまに口が三角になるの好きだな。ピンクのリボン、見つけて。リボンか。なるほど。探し物ね。どうしたらいいんだ？とりあえずこの回を調べてみるか。男子弁の方も。平原がうんこしてるかもしれないからな。気をつけて開けろよ。大丈夫か？平原怖いからな。あいつうんこしてるとこ扉開けられたら絶対殺してくるよな。平原怖いわ。RG！主リボンのこと知らないかな。これも主案件じゃないかな。何かお困りですか？リボン見てないか。お、霧島！分かってきたな、お前。私は存じ上げませんが、あ、知らないのか。保健室には収集癖が住むようです。主！聞いてみてはいかが。めっちゃヒントくれるじゃん、主。分かった。主、平原たちより断然頼りになるんだけど。この案件終わったらスカウトした方がいいって、霧島。主。絶対学ラン似合うって。骨だし、見分けつきやすいって他のやつよ。保健室ここだよね。ああ！なんかいる！なにこれ！え、キャワじゃない？霧島。え、この子。おぉ！P 当て！こいつか！キャワじゃん、霧島。リボンを知らないか？こいつが収集癖？ P！ 食べ物？俺は持っていないが。霧島、言葉わかるのかよ。わかったわかった。持ってくればいいんだろ。そこで待っていろ。え、食べ物欲しがってんのこいつ。ピー！おとなしく待っていろ。いや、霧島、こいつ持って帰らない？六角さんとか絶対気に入るって。絶対こういうの好きだって、あの人。可愛いもの好きそう、六角さん。え、食べ物なんて。え？おい、平原。ん？あ、また ASMR。何もないな。探るな。なんで探った？食べ物？ああ、そういうことか。何もねえな。腹が減ったなら帰って食べろよ。帰って食べろ？ああ、そういうこと？六角さんとこ一回戻れってこと？食べ物取りに。そういうことか。帰る。あ、帰る。はい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 。なるほど。タガミなりのヒントだったのか今。お！佐伯まだいんのかお前。何か手伝う？すまないが何か食べ物持っていないか。お、聞くねえ、霧島。佐伯なんか持ってない？食べ物？ちょっと待ってて。なんか持ってる？お。あ、どっか行った？リンゴならあったけど、これでいい。佐伯！ありがとう。リンゴを手に入れた。持ってきてくれたのか。ああ、大丈夫だ。リンゴ。これは文句なしの食べ物だ。よかった。じゃあ気をつけていってらっしゃい。佐伯！こいつ役に立つな。いや、なんかもう、役に立つやつ立たないやつでくっきりしてるな、この組織。セーブしとこう。いや、まあ、田上と平原もね、机片付けてくれたけどな。よし、じゃあ、これを持っていけばいいのか。収集癖に。収集癖ってなんだよ、今更だけど。よし。待ってろよ。届けてやるからな。そして、ついでに六角さんのペットになってやってくれ。絶対、ああいう幻覚っぽい人ほど、こういう可愛いの好きだと思うんだよね。ほら、持ってきたぞ。リンゴだぞ。お食べ。ピー。お、食ってる。あ、本当に食うんだ。収集癖とか。あ！ん？なんか落としたな。あ、リボンくれた！ありがとう！やはりお前か。いや、ムッとするな、霧島。ちょっとしたいたずらだろ？これで探し物は見つかったな。私に行くか。そうだな。来るか、一緒に。ああ！え？消えちゃった！ああ！六角さんすいません。ペット捕獲作戦失敗です。くそー。連れて帰ってあげたかったな、六角さんに。絶対あの人喜ぶよなー。つって。勝手に決めつけちゃってるけど。いや、絶対好きだと思うんだよな。なあ、霧島な。お前も結構好きだろ？可愛いの。霧島とか六角さんみたいなな。真面目タイプはな。好きなんだよな。可愛いのとか。おお、じゃあ、花子さん？あれ？え、ちっちゃ想像よりだいぶ小さかった。お前が探していたものだ。いや、人形ぐらいのサイズしかないじゃん。花子さん、リボンですよ。リボン渡した。どうぞ。あら、ありがとう。助かったわ。あなた優しいのね。あ、本当に花子さんだった。お礼に上への道開けてあげる。超、しかもちゃんと約束を守る女。おお。あ、今ので開けたのか。じゃあね。なんで閉じてたのそもそも。待て、明るい髪の亡者を見ていないか。あ、あの子な。そういえば見つけてない。ああ、あれね。見かけたわ。上に行ったわよ。あ、上に行ったんだ。通したのか。あ、確かに。封じてたのにな。ああいうタイプは苦手なの。私は素直な子が好きよ。せいぜい頑張りなさい。なんか、イメージよりいい女なんだけど、花子さんが。大人の女だったな。はあ。おい、霧島。花子さんが使ってたトイレをまじまじと見るんじゃない。よし。じゃあ、これで上の階が探索できるようになったのかな。これで上がって、ほう。これ違うんだ。あ、階がかかってる。主の部屋じゃない。おお、やった新しい階が探索できる。お、なんだこれ。扉がある。ガチャ。鍵がかかっている。鍵か。鍵をまた見つけないといけないのかな。あー、構造は一緒か、遊んで。お、女子弁。腕が鳴るな、霧島。よし、見せてやる、お前の。ガチャ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 。もう手慣れたもんだな、霧島。女子弁の扉を開けるのも。こっち側はなんもないのかな。あ、いた。おい、霧島いたぞ。こんにちは、お嬢さん。ここにいたか。ここまで逃げてきたのか。亡者、お前は死んだ。今更逃げても仕方ないだろう。亡者っていうのはやっぱ死人なんだな。亡者呼ばわりはやめて。私はマキよ。マキ。え、マキは、ならばマキ、お前の人生終わったんだ。いつまでもさまような。マキは死んだことに気づいてないのかな、もしかして。なんで追ってくるの？私が何をしたっていうの？いやでもなんか被害が出てるって六角さんが言ってたからな。お前を冥府へ送るのが俺の役目だ。あ、そういうことなんだ。捕まえるって。冥府へ送るか。あなたは後悔したことある？後悔？霧島はどうなんだ？いや、霧島あんましたことなさそう。私はずっとよ。ずっと後悔してる。何が悪かったのか。何がダメだったのか。あ、誰も、マキ。あ、私を見てくれない。あ、やっぱうわあ、いなくなった。逃げたか。おい、霧島、お前逃がすぎだろ。実はお前そんな優秀じゃないな。あんたが取ったんでしょ。あ、やっぱこれはマキの記憶なんだな。嘘つき。私のノート返してよ。泥棒、嘘つき。マキは、虐げられてきたんだ。結構周りに。ひどい、返して。嘘ついても平気なんでしょ。マキ、頭おかしいもんね。うわあ、誰も信じてくれない。でも、おかしいのは私。はあ。なんかこの生前の無念があるから、なんか、この現世に留まってるみたいなことなのかな。え？なにあ、マキ！なんかまた ASMR。おい、マキ！いねえ！歩くの早え！競歩か？競歩で移動してるのか？マキ！どこへ行く？ちょっと。え？逃げてるわけじゃないのかもしかして。どっかに誘ってるのか？霧島気をつけろ。あ！なんか落ちてる。なにこれ？鍵か？鍵？マキの鍵じゃないのこれ。マキ？自転車の鍵落としてるよ。帰り道困っちゃうんじゃない？あれ？いないマキ。どこ行った？ん？もう一個下か？下の階か？マキ？あ、あれ？平原たちがいなくなってる。どこ行ったんだあいつら。この扉も確か、あ！やった！ここの鍵だったか。え、マキの部屋？もしかして。入ります。おお！何あれ？肖像？あ、校長室か。殺風景な校長室だな。なんもねえな。なんか光ってる。お！また ASMR。霧島 ASMR。うるさい。あ、またマキの記憶か。バカな子。何度言ってもわからないなんて。バカな子。いい加減にしてよ、グズ。マキー。育ててやってるのに。あー。誰に似たのかしら。これは、親に言われてんのか。あー。どうして生まれてしまったの？マキー！いやー、出来損ないの私。霧島、そんなことないよって言ってやれよ。壊れた金具。うわあ、誰？え？じゃあ、おいすぐ帰るな。誰だ今のは。え、誰平原高見じゃあ、あいつら立ちぐらじゃ見分けつかねえんだよ。こっちは鍵か。え、誰だったんだ今の。おい。お、誰かいるじゃん。あ、霧島平原え、平原なんだいや、でも武器持ってなかったな、あいつ。なんだじゃねえよ。いきなり喧嘩ふっかけてきたのお前だろいや、怖い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 。何の話なぜ俺が。いや、確かに叩き起こしたけどさ。それ前世の霧島だから。知らばっくれんなよ。それ俺は聞きたいし。怖いってだから。わからん。俺は仕事しかしてないぞ。寝ぼけたのか。また殺されるんじゃないだろうな、これ。なんなの俺ちゃんと起きてんだけど。いや、さっきは寝てたじゃねえか。でも霧島嘘つかないもんな。バカ正直だもんな。え落ち着いたよ。なんだよ。じゃああれは何面白いこと始まるのあれ何の話ださっきから。そうだよ。要領を得ないな。ちょっと探してくるわ。いや、何をだよ。平原。いなくなったし。何なんだよ。全然連携取れてねえな、この組織。ほうれん草がなってねえわ。六角さんちゃんと指導してんのか。平原どこ行ったんだよ。てか、あれってなんだよ、あれって。あ誰かいる霧島あいつじゃねさっき逃げたの。おいどこ行った主何か知りませんか困った時の主頼み。主何かお困りですかいや、大丈夫だ。霧島頼れよ、もっと主よ。未来の同僚だぞ。理科室の主は。今のうちに友情深めとけって。いねえし、マジで。どこ行ったんだよ。てかもうあんまホラーを感じなくなってきたな。霧島のドタバタ珍道中だわ、これ。おいおなんだ穴が開いてる。何これこれ前なかったよな。なんだこれはなんだずいぶん深い穴だが。入る入らない。とりあえず入ってみるか、霧島。お前先頭な。よし、行け、霧島。おお何これうわー、なんかありそう。ボス戦か霧島金切りをよく研いでおけよ。絶対なんかあるじゃん、これ。霧島、油断するなよ。あ途切れた。なんだ暗い。あ誰鏡俺を語るのはお前か。あ鏡の霧島だお、やっぱり霧島お前、鼻あったんだな、ちゃんと。やはり姿は俺か。何者だ鏡から出てきたやつだろ、これ。あ、向こう向いてる。あ、こっち見た。目を細めた。差分が細けえ表情の。名乗る気はないか。これも亡者ならば力ずくで暴くのも。霧島やる気か。おお金切り意外と短い。刀身が短い。なんだ、手応えがない。どうなってる手応えがない。実体がないってことか。霧島おお表情の差分が多い。邪悪な意味。霧島大丈夫か切られたおい、霧島痛そうにしてるけど、大丈夫かここは一旦行くか。逃げるんかい霧島おいこいつやっぱ弱え。霧島おおなんだここは雰囲気が変わってる。なんでなんか近づいてきた。お前も捕まったのかいご出所様。仮説悪いな。ここはあいつの世界。あいつ俺も捕まったのさ。あいつって誰マキお前極卒か。あ、知れ渡っている。そうだ。おい、霧島、傷は大丈夫かお前強いんだろそうだろいや、どうかな。腕に自信はあるぞ。嘘つけ。俺、お前が負けてるとこしか見たことないぞ。あいつをどうにかしてくれ。あいつって誰だよ。俺たちはあいつに勝てない。構わん。どのみち奴は対処する。長居するわけにはいかないからな。あいつっていうのは偽霧島のことか。頼んだ。他の奴らにも伝えよう。他の奴らいっぱいいるんだ。あ、動ける。どうにか出たいが、さーて。入れるなら出れるはずだが、結構冷静だな。出口はどこだか。こいつは亡者なのかな。おい、霧島、傷は大丈夫か。とりあえずセーブするか。セーブ。体力減ってるじゃん、霧島。おい、大丈夫かよ、お前。